ついに今回ガンプラが本物のモビルスーツに一歩近づく。本日はお忙しい中、ガンプラ40周年プロジェクト発表会にお越しいただき誠にありがとうございます。本日はこの40周年という節目の年にさまざまなプロジェクトを発表させていただきます。ガンプラ40周年に向けて進めてきたこれまでの取り組みの集大成をファンの皆様にお見せしたいと思っております。素材の集大成でありますガンダリウム合金モデル144分の1スケール RX78-2 ガンダムです。ガンダリウム合金とは月面で生成されたチタン系合金でございまして、テレビアニメーションシリーズ機動戦士ガンダムの劇中においてガンダムの装甲などにこのガンダリウム合金が使用されている設定でございます。このガンダリウム合金をですね、チタニウム、そしてアルミニウム、キド類イットリアを混ぜたですね、合金を最新の金属成形技術で生成いたしました。でこの実際には地球製のですね、ガンダリウム合金を装甲として組み立てることができるガンプラを発売いたします。続きましてはギミックの集大成でありますオートトランスモデル RX0 ユニコーンガンダムになります。 CG による自動変形のギミックのイメージ映像をご覧ください。ついに今回ガンプラが本物のモビルスーツに一歩近づく。自動変形ギミックを実現いたします。近日中にはですね、皆様に実物での自動変形をご覧いただけるように開発は進行しておりますので、続報をお待ちいただければというふうに思います。我々単独では展開できない企画を各分野のパートナー様とガンプラがつながることで新たな魅力として引き出してまいります。ガンプラ40周年×ルナシー30周年企画も実施いたします。さらに今後さまざまなコラボレーションを行ってまいります。これらに加えましてガンプラ40周年企画としてユニクロ様とのコラボレーションを行います。全8種のガンプラデザインの T シャツを UT オリジナル限定ガンプラ付きでユニクロ様の店舗およびオンラインショップにて販売をいたします。さらなる企画も多数ご用意しておりまして、随時バンダイホビーサイト内ガンプラ40周年特設ページで発表してまいります。